あ、やべ、鼻水出た。いや、クリアできるかい。どうも、今回のオープニング他の方の動画のほぼ丸パクリです。そんくらいぐらいネタがなかったのよ。マリオメーカー1の頃にちょっとだけバズったほにゃらら課長さんのバルコースですね。はい、こんなクソ実況者も置いといて本編入っていきましょう。どうもバネキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、ジャストアディップインザラバということで、溶岩に落ちるということでしょうか。で、この方のコース、日本人でとても素晴らしいトロール制作者ユータさんっていう方がいるんだけど、その方から教えてもらったんだよね。このコースは派手な仕掛け、そして笑わせてくれるような仕掛けが多いって。しかもよ、そのユータさんが、私が今まで見たトロールコーストの中でも上位のクオリティですって言ってたんだよね。じゃあめちゃめちゃ期待大だね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.43%。 そんで、最近大阪でオフ会やってて、昨日帰ってきたんだけど、帰ってきたらなぜか首がめちゃめちゃ筋肉痛になってんだよな。旅行行って首が筋肉痛なんてなかなか聞かないよね。開幕マグーマー。首が筋肉痛の状態でこの方のコースを遊ぶべきじゃないかもしんない。マジでちょっとした笑いでもね、結構激痛が走るんだよな。そして左の方で何も出してこないな。痛いよ、首が痛いよ。でもマリーはもっと痛いんだ。頑張れピオキング。やっぱり上に隠しブロックがあったね。そして右は鉄球か。さあ行きましょう。あんなバネには引っかからなかったよ。そしてカロンのコーラを飲んだ瞬間すぐ右に行く。何がどうなって、こんな仕掛け初めて見るじゃないか。じゃあカロンのコーラに乗って何もしない。あ、これで先に進めるのね。カロンの甲羅の下にバネがあるとは思うんだけど、なんでカロンの甲羅に乗れないんだろうな。それめちゃめちゃ不思議。うわ、こういうのすげえ好き。多分ね、めちゃめちゃ派手な仕掛けが来ると思うよ。恋の通り言っていいのかい。何が来る。地味じゃないか。こういうね、よく考えられた商売はな、すごく好きだな。あ、上行けないんだ。え、じゃあここどうやって行くの。左はやっぱ行けないよな。で、ダムっていうのはその間っていうことだから、どういうことなら、やるべきことは一つだ。左には行けないっていうことは、右の土管に戻るしかない。そして上に木ブロックがあったから、それが壊れてくれるんだ。そういうことは分かってなかったよ。そしてこのカロの甲羅、吐けばいいのか、それとも投げればいいのか、投げてみようか。投げたらオフブロックが変わってくれる。くらえ、スーパーミラクルローリングサンダー決別節プン。ちょっとカットした方が良くない、ここ幼稚すぎんだよ。まあ皆さん知っての通り、普通の方は動画を出すたびにどんどんね、クオリティっていうのが上がってきてると思うんですよ。でも僕の場合はどんどん退化してきてるような気がしますね。え、っていうか、え、これも違うの。あ、折れれた折れた。こっから脱いで持って投げればいい。どっちに投げてんだ。もうこのコースの全てのここだけ理解した。最初から持っておけばいいんだ。持っておいてこっから投げればいい。ずらら。じゃあこのカロンの甲羅を持って右を出発したまんま投げてみようか。あ、これで先に進めるんだ。本当にこのバネいたずらっこちゃんなんだから。なんだてめえ。もうね、ハテナブロックを叩けると思い込んでる自分がダメだわ。トロールコースをするにおいてハテナブロックなんて叩けると思わない方がいい。返せ俺のスタンスミス。さあ次の場所、中間ポイント見えたね。あの中間ポイントものの下左に行ったね。一旦このまま降りてみようか。紛らわしいバレすんだ。これはうまい。絶対に誰もが左に行ったって思うよな、あれ。じゃあ右に折るってことでしょ。今左の靴はフェイク、右を失敗したままジャンプ。おお、よしよしよし。さあ中間ポイント1取れたね。なんで。一旦捨ててこいってことね。じゃあ一旦捨ててこようか。やり直し聞かせてくれるっていうことがね、このトロール制作者の優しいところが出てますね。まあ鬼畜じゃないってことも、なんだ気になるじゃん。この音符ブロックからアイテムが出てくるとか思ったりするじゃん。何も出ないじゃん。左はじゃあどうやって行くんじゃん。下に行ったらアイテムが出てくるとか、そういうわけじゃん。でこの葉っぱを取ってブロックを壊すじゃん。で50個移動は怪しいじゃん。なら
は下のブロックを壊すじゃん。しっぽこい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 。たまにはちゃんとやります。実況者らしいところをね見せていかないとダメかなと思うんですよ。だから今日はもう壊れなしでいこうかなと思います。じゃあここにツタラに当たって、はい、じゃあ次はブロックを壊します。そしてこのイモムシはですね、こうやって倒せばいいんですよ。なんか左にイモムシが出てきましたけど、あのイモムシは一旦無視しておきましょう。そしてこのハテナブロックを持ったまんま、ハテナブロックじゃないね、パウブロックを持ったまんま、パウブロックじゃないね、何ブロック、何ブロックでもないね。バネだよそれは。実況やめちまー。実況者やめます。ビャビビ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 ビ。もうつまんねえって。もうそれ以上はマジでやめろって。ピオキング、マジで見放されちゃうよ。じゃあここはバネを右に置いて、ここでチビになればよかったっていうことね。バネは持っていこう、絶対に必要になるよ。ここで一旦バネでも投げてみようか。そしたら先に進めませんね。私は今とても楽しくトロールコスをやっているけれども、こんなにやられるとか思ってなかったよ。クリア率は 1.5% らへんだよね。でもなぜこんなに難しいかは謎ですけれども、ここは普通に降りていいのかい。あのさ、マジでふざけてないからな。本当にこれでいいと思ってやってるからね僕。ちょっと聞いてくれる、僕ってさ動画の中でよく笑う人間だと思うんですよ。でもそれね、自分が面白いで笑ってるんじゃなくて、自分がつまらなすぎて笑ってるんだからな。じゃあここは2回もやられればもう分かった。バネを落とした瞬間すぐ右に行く。そしてドアに入ればいいんだ。バネ落とす必要なかったな今。バネのところまで行かなかったよね。そしてここは、あ、なるほど、このメットをかぶっていけばいいのかな。これ先進める？あ、進めないね。ラーメンが食べたい、ラーメンが食べたいよ。福岡の人が他県に旅行に行って福岡に戻ってくると、必ずと言っていいほどラーメンが食べたくなるんだ、というカットをしてもいいような、むしろカットをした方がいいようなトークも挟んでいく。こっちまで来ないのかい。メッツメッツメッツ。今の10秒か15秒か分かんないけど、今の時間絶対にいらないと思う。カットするか悩み中。そんなどうでもいいことは喋らなくていいから早く進め。でもそんなわけにはいかないよな。僕は全てを見せる男さ。この四角の枠の中もな。よい子のみんな、見てるかい。お母さんに見ちゃダメとか言われなかったかい。むしろお母さんと一緒に見てるそこのお母さん、教育大丈夫ですか。危ない危ない。今絶対やろうと思った。もうそんな教育の話とかすんだって。ごめんなさいね、お母さん、悪気で言ったんじゃないんですから。でも本当にいつもありがとうございます、僕なんかの動画を見てくれて。ここはパワーブロックを上に投げることはできない、スーパーマリオ3だからね。じゃあここ置いてみる。あ、中間ポイント見えるよ、このクリボとパックの間。じゃあさ、倒した瞬間にここ下降りてみる。これでいいんだ、息アップじゃん。中間ポイントと思った、上は、やっちまった。いや悔しい、絶対これ中間の旗の上の部分だと思ったんだけどな。見事騙されたね、めちゃめちゃうまかった。中間の上の部分黄緑色だったっけ。もうそこんとこも忘れてきたわ、絶対鉄球だと思いました。そして中間見えんな、中間の上の部分黄緑じゃねえじゃねえか。おいおい、恋そんなに出さなくていいって、まあ、全部取ってやるよ、中間は。オッケーオッケー、あ、唇植物。でもいいもんね、すぐこっからだもんね。じゃあこのパワーブロックを持ってまた上に行くんじゃないの。下は怪しいな。でも一旦行ってみる、もう中間ポイント取ったからな、いろんなところ探り入れてみようか。そしてここは息アップ。あはは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 。黙れ、みんな見ててくれ、僕の華麗なる空中パウジャン。わざわざやる必要はないとは思ってる、でもたまには僕の技術っていうものをみんなに見せつけないと。見ててくれ、空中パウジャン、うまっ。決まった。でもかっこいいでしょ、かっこいい。あのカロンの甲羅はさ、ツタに捕まってたらいけなかったんだろうな。だからここでジャンプしてカロンの甲羅を持つ、そして入って踏んで先に進んでいく。オッケー。そして次もメカクッパか。このメカクッパ、鍵を手に入れるみたいなの書いてるけど、踏んで倒せる、
分では倒せないよな。ってことはこれ投げて倒して先に進んでっていいんじゃない？先はカロンのゴールが必要なところはなさそう。頼む鍵。おっもうこの四角の枠は叩かないよ。絶対にバブルが出てくる予感しかしないね。おいなドカンガドコーン。なんだそのヒント。いや今のヒントめっちゃかっこよくない？バブルでディスって書いてたんだよ。じゃあすぐ逃げに行こう。ディスー。土管に入るまで油断をするなピオキング。一旦隠しブロックを叩いておこう。そしてすぐに土管に入る。土管に入ってからも油断はするな。何が来るかわからないからだ。ここは靴を取れたけど上のこのブロックは壊れそうにない。ならば上に行ってあのトゲモットを取ってこいっていうことですかね。何今のリフトは、ここのシーソーは動かしてもボム部屋爆発しない。なら僕は右下に行く。こっちでやってんだろうな。頼む。え、合ってる合ってる合ってる。やったやった。さあ行こうぜ。うん、なんかカエルになってないか。カエルのまんまでいいのか。頼む、カエルのまんまで合ってて。オッケー、どうせここでチビになれっていうことね。そしてこのイカ踏めってこと。絶対踏めないよな、このマグマに溶けてたらさ。だから僕何もしないで先に進むよ。あなた、あっ、ビヤビヤビヤビア強し。ビア強しってなんだ。え、結構いい感じで滑ってるよ。そしてゴールがある。あれ履けんのかな。頼む履かして。え、右に行けばゴールできる。あれとか来ない。そして左にやるとか。うわどうしよう。もう当たってさ、パックンにもうジャンプしてゴールした方がいいんじゃない。絶対そうだと思うんだよな。これとジャ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 やったほら、誰があったらそんぐらい分かってんだ。トロール名人ダメんだうるせえいや最後はね、運よくたくさんの罠を解説ゴールまでできたんじゃないかな。たまにはこういう日もあってもいいよな。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオ5ということで、説明文に画面左キラー出る直前に右ダッシュ、砲台直前で切り返す、看板着地で切り返し3段ジャンプ、最大の高さで砲台壁キック、キラーの真上でヒップキャンセル右って書いてるんだけど、めちゃめちゃやることが多いよな、たった一画面なのに。そんでまだ誰もクリアしてないんですよ。ということはめちゃめちゃ難しいという可能性があります。だがこの一発マリオ名人、そんなことに臆さずクリアしていきますよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00% 長いんだよ入るまでコースに。一発マリオ名人なんちゃらかんちゃらとかそんなトークいらねえんだよ。あ、やっぱり最初に砲台が落ちてくるっていう感じだね。で最初左行く、そして右砲台前で切り返して、こっから切り返し三段ジャンプしろっていう感じだったね。この切り返し三段ジャンプね、今たまたま出たけど意外と難しいのよ。出る時と出ない時が結構あって、だから今日のクリアテイクもしかしたら無言になっちゃうかもしんない。で最初左行くじゃん、そして右に行く時に一発目のキラーかな、それが出る直前に右ダッシュして切り替え3段ジャンプをしろっていう感じだったね。ちょっとそれでやってってみるわ。最初すぐ左に行くでしょ、でキラーが出る直前に右ダッシュ。いやこれでいいのかな、タイミングまだ分かってないんだけど。でもね、なんかいけそうな気するわ。そんなに時間がかかんないかもしんない。ここで3段ジャンプをきれいに決めることができればヒップキャーンヒップキャーンそうする惜しい惜しい、今のめっちゃいいタイミングだったかもしんない。この切り替え三段ジャンプもさ、タイミングがめちゃめちゃ難しくって、この着地した瞬間にジャンプボタンじゃ切り替え三段ができないんだよね。着地して 0. 何秒か経った後にジャンプすることによって切り替え三段ジャンプができるから、そのタイミング本当に分かんないの。だからもう無言でやりたいと思います。ごめんねみんな、僕の動画で無言とか求めてない方結構いると思うんですよ。どんなコースでもいいから喋っとけみたいな。バカじゃー、気持ち早めだ。砲台から出る直前のやつは気持ち早めでも右ダッシュしていく。これでいけないかな。うわいけそう、くっそ今踏んだら絶対いけちゃったよな。もうゴールが近いんでねえの。まだ誰もクリアしていないこの 0.00% のコース、僕がゴールを見せてやるぜ。ペペペペ、いつもは汚い言葉でリズムに乗ってってますけど、たまには綺麗なリズムの取り方っていうものを見せて信じよう。うっぱ、うっぱ、うん、パイナポー。ヒップキャンして踏むところまでいけないんだよな。これさ、30分やってるよ僕
実は30は欲しい。いやここまではいけるんだよね。もう30分以上かけてんだけど全然ヒップキャッシュと踏めなくって、マジで鬼畜だねこのコース。しかし絶対に僕は諦めない。諦めたらそこで試合終了だって安西先生が言ってたんだ。最近見ましたスラムダンクの映画、みんな見た。おっおっおっ、やったー。おいでマリオタイム。やっとできた。めちゃめちゃ鬼畜だったよこのコース。安西先生のおかげでできたとかそんなことは全く1ミリも思いません。もう僕はここまで努力をしなきゃいけない一発マリオなんてしたくありません。だからこれからは簡単なコースをしようかなと思います。安西先生はもう出てこなくていいです。いや本当にすごく時間をかけてしまったね。見た感じめっちゃ簡単そうに見えるじゃん。マジで一回やってみてほしい。やった後はきっと僕を褒めたたえると思うから。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。